どうもおちゃんです今日は英語で質問第3弾スピーキング力アップ練習完全フルバージョンになります是非最後まで一緒に頑張っていきましょう最短で上達できるコツは頭で覚えないで口に覚えさせるそれをするためには聞いたら声に出すこれが重要になりますので必ずやってくださいそして覚えた英語を記憶に残すには 読んだら書き出す確実に英会話を上達したい方は両方ともやってみてください全体の流れはまずは意味と使い方の確認をしてその後におさらいをしますそして自分でフレーズを組み立てるレッスンを行いまして最後にリススニンングレッスンになりますそれでは今回使う質問フレーズを見ていきましょう「Do you?」「Are you?「Did you?」「Have you been?」 Have you 〇〇 Was it? What is? Where Was you is? is? it? 今回はこちらの8つのフレーズを身につけていただきますそれでは1つずつ確認しておきましょうまずは Do you の意味と使い方を見ていきましょう Do you ははあなたは〇〇ですかイメージとしては習慣的なことや長期的な行動についての質問の時に使います例文を見てみましょう Do you have any kids? you any have お子さんはいますかまたは Do you like sushi? 寿司は好きですかこんな感じになります Are you の意味と使い方を見ていきましょう Are you はあなたはまるまるですかまたはあなたはまるますかイメージとしては何者なのかまたは現在していることや感じていることあとはこれからすることについての質問については Are you を使います例文を見てみましょう Are you Chinese? 中国人ですかまたは Are you cold? 寒いですかこんな感じになります次は Have you been の意味と使い方を見ていきましょう Have you been は2つ意味がありまして1つ目が行ったことありますかまたは過去から現在も〇〇していますかこんな感じになります例文を見てみましょう Have you been to 台湾台湾に行ったことありますかまたは Have you been playing golf lately 最近ゴルフはしていますかこんな感じになります次は Have you○○ 〇〇の意味と使い方を見ていきましょう Have you○○ 〇〇っていうのは過去から現在までに〇〇したことがありますかこんな感じになります 動詞は過去分詞を使います過去分詞っていうのは動詞の例えば現在形と過去形があってあと過去分詞っていう形のものがあります単語によっては過去形と過去分詞が同じ場合が多々あります例文を見てみましょう Have you tried you 寿司を試したことありますか ?tried を使ってますか現在形が t, t r y で try これは試す今回は過去文章を使ってまして過去形の try と全く同じつづりになってますもう一つ見ていきましょう。Have you played you golf? ゴルフをしたことはありますかで今回も同じく「プレイ」というのはゴルフをするで「プレイ」だってゴルフをしたこの「プレイ」も過去形と過去分詞が同じ綴りになっています次は「was it」意味と使い方を見ていきましょう「was it」というのはそれはまるましたかまたはそれはまるでしたかイメージとしては人以外の何かについて相手に尋ねる時に使います例文を見てみましょう「was it fun? それは楽しかったですか?」 または、Was it too big? それは大きすぎましたかこんな感じになります次は d o u の意味と使い方を見ていきましょう d o u はまるでしたかまたはまるましたかイメージとしては過去の行動についての質問は d o u を使います例文を見てみましょう d o u know 知っていましたかまたは d o u eat lunch 昼食は食べましたかこんな感じになります次に What is または Where is の意味と使い方を見ていきましょうまず What is は まるは何ですかになります。「Where is」というのはまるはどこですか例文を見てみましょう。What is your name? あなたの名前は何ですかまたは「Where is the restroom?」。お手洗いはどこですかこんな感じになります。それでは一緒に例文を使って学習してみましょう。何かお探しですか?「Are y o u まる something」「something」というのは何かとか何かもの。でお探しですかって言った時は looking for を使います。looking for というと探している。something は何かとか何かもの。Are you looking for something?are you looking for something? 居酒屋に行ったことはありますかまるまる an 居酒屋。行ったことはありますかというのは。Have you been? を使います。Have you been? というと行ったことある ?Have you been to an 居酒屋 Have you been to an どれぐらいの頻度でここに来ますかまるまる Do you come here? Come here って言うとここに来る。どれぐらいの頻度でって言ったときは How often を使います。How often って言うとどれぐらいの頻度。Come here って言うとここに来る。How often do you come here? How often do you come here? たこ焼きは知ってますかまるまるたこ焼き。知ってますかは Do you know? を使います。Do you know? は知っていますか Do you know たこ焼き Do you know たこ焼き急いでいますか Are you まるまる。急いでいるって言った時は In a hurry を使います。In a hurry って言うと急いでいる。Are you in a hurry? Are you in a hurry? 今夜は忙しいですか Are you まるまる tonight? tonight は今夜忙しいですかって言ったときは e you busy? を使います。busy はい i g しい。何を探しているの まる looking for looking for って言うと探している何をって言った時は What are you looking for looking for っていうのは探している What are you looking for? What are for? you looking for? 寿司は好きですか ?Do y o u まる寿司は好きですかって言った時は Do you like sushi? を使います Do you like って言うと好きですか Do you like sushi? Do you like sushi? like 日本の何が好きですか?○○〇〇 About Japan About Japan って言うと日本のとか日本について何が好きですかって言った時は What do you like を使います What do you like って言うと何が好き About Japan は日本についてまたは日本の What do you like about Japan? どっちの方が好きですかまるまる、〇〇 Do you like more? Do you like more? っていうのはもっと好きですかまたはもっと欲しいですかっていうような意味があります。どっちの方がって言ったときは which one? を使います。which one? って言うとどっちのとかどっちのもの more? はもっと。Which one do you like more? Which one do you like more? 気分はどうですか ?How are you, 〇〇。気分はって言ったときは、feeling を使います。feeling って言うと気分とか感じ。How are you feeling? How are you feeling? 肉は食べますか ?Do you eat 〇〇。Do you eat って言うと食べますか肉はって言ったときは、meat を使います。meat は肉。 Do you eat meat? You eat meat? お気に入りの日本食は何ですか ?What's your ○○ Japanese food Japanese food っていうのは日本食何ですかっていうのは What is または Whats お気に入りって言った時は Favorite を使います Whats って言うと何ですか Favorite って言うとお気に入り What's your favorite Japanese food? Your favorite Japanese food? 何カ国語を話せますか ?How many 〇〇 do you speak?How Do you speak? って言うという話せますか、how、many って言うと何個何カ国語って言った時は How many languages を使います。How many って言うと何個 何て言うと言語 ?How many languages do you speak?How many languages do you speak? ご結婚されていますか ?Are you まるご結婚されていますかって言った時は、Are you married? を使います。Married って言うと結婚している。Are you married?Are you married? お子さんはいますか〇〇 a n y kids.any kids っていうと今回であれば何人かの子供。で、お子さんはいますかって言った時は Do you have? を使います。Do you have? って言うといますかとかありますかっていうような意味があります。で、今回は一人でもいますかっていうイメージなので any を使います。Do you have any kids?Do you have any kids? 他に何が欲しいですか？まるまる、do you want？do you want？って言うと欲しいですか？他に何がって言った時は、what else を使います。what else って言うと他に何？What else do you want？What else do you want？もんじゃ焼きは試してみたことありますか？まるまる、もんじゃ焼き。 試してみたことありますかって言ったときは Have you tried? を使います。Have tried? って言うと試してみたことがある。Have you tried もんじゃ焼き何かアレルギーをお持ちですか ?Are you○○ 〇〇 to anything?Anything anything って言うと何かしらとか何か。アレルギーをお持ちですかって言ったときは Are you allergic allergic を使いいますアジックっていうのはアレルギーを持っている。Are you allergic to anything? are you allergic to anything? you to どうやって知ったの?○○〇〇 you know.No k w っていうのは知る。どうやって知ったのって言った時は How did you know? を使います。did you know? だと知ってたっていう意味になります。How did you know? How did you know? 明日はどこへ行くの ?Where 〇〇 Tomorrow Tomorrow は明日。Where はどこどこへ行くのって言った時は Where are you going? を使います。Are you going? って言うと行くの Where tomorrow? are you going ?Where are you going tomorrow? You going tomorrow? 今夜何時に夕飯を食べたい What time do you marimano dinner tonight? Tonight wa konya dinner wa What time wa nanji? Tabetai wa want to eat What's Want to eat dito tabetai. What time do you want to eat dinner tonight? What time do you want to eat dinner tonight? お財布見つかったまる、y o u r Wallet Wallet って言うとお財布見つかったって言った時は Did you find? を使います Did you find? って言うと見つけたとか見つかったっていう意味になります Did you find your wallet? You find your wallet? 彼はどこ出身ですか ?Where is○○ 〇〇 彼はどこ出身ですかって言ったときは Where is he from? を使います。from と言うと出身またはまるからこんなような意味があります。Where is he from?Where is he from? それどうだった h o w まる。それどうだったって言ったときは How was it? を使います。How was? と言うとどうでしたかとかどうだった ?How was it? How was it? 昨夜は雨が降っていましたか〇〇 r a i n i n g last night last night というと昨夜 r a i n i n g っていうのは雨が降っている雨が降っていましたかって言ったときは was it raining? を使います last night というと昨夜 was it? というと〇〇でしたかこんな感じになります was it raining last night? was it raining last night? それではレッスンを始める前に単語とフレーズのおさらいをしてみましょう。探している Looking for 何かもの Something 行ったことがある Have been どれぐらいの頻度 ?How often ここに来る Come here 知ってる Do you know? 急いでいる In a hurry 忙しい。busy 今夜。tonight。好きですか ?do you like? 日本のこと、または日本について。about Japan。どっちのもの ?which one? もっと。more。気分、または感じ。feeling。肉。meat。 お気に入り favorite 日本食 japanese food 言語または言葉 language 言語話す do you speak 結婚している married 子供たち kids または children 欲しい do you want 試したことがある have tried. アレルギーを持っている。allergic. 何かしらもの。anything. 知ってた ?did you know? 食べたい ?want to eat. 何時 ?what time? 見つかった ?did you find? お財布 wallet. 出身 from. どうだった How was? それは○○でしたか?」「昨夜」「night? それでは Let's start the lesson。日本語を英語に訳してください。何かお探しですか?「居酒屋に行ったことはありますか?」 Have you been to an izakaya? Have you been to an izakaya? How often do you come here? How often do you come here? Takoyaki, do た Do you know たこやきいそいでいますか ?Are you in a hurry? Are you in a hurry? こんは、忙しいですか ?Are you busy tonight? Are you busy tonight? 何を探しているの? What are you looking for? What are you looking for? 寿司は好きですか? Do you like sushi? Do you like sushi? 日本の何が好きですか ?What do you like about Japan? What do you like about Japan? どっちのほうが好きですか ?Which one do you like more? Which one do you like more? 気分ははどうですすかか食べまお気に入りの日本食は何ですか What's your favorite Japanese food? What's your favorite Japanese food? Nankkugo Hanasemasca How many languages do you speak? How many languages do you speak? ご結婚されていますか ?Are you married? Are you married? お子さんはいますか ?Do you have any kids?Do you have any kids? ほかに何か欲しいですか What else do you want? What else do you want? Monjayaki wa tameshite mita koto arimasu ka? Have you tried monjayaki? Have you tried monjayaki? Nanika allergy o omochi desu Are you allergic to anything? Are you allergic to anything どうやって知ったの? How did you know? How did you know? 明日はどこへ行くの? Where are you going tomorrow? Where are you going tomorrow? What time do you want to eat dinner tonight? What time do you want to eat dinner tonight? Did you Did you find your wallet? Did you find your wallet? 彼はどこ出身ですか? Where is he from? Where is he from それどうだった? How was it? How was it? 昨夜は雨が降っていましたか次はリスニングレッスンになります。英語を日本語に訳してください。で、今回は特にリピートしなくて OK です。何かお探しですか イザカヤに行ったことはありますか ?How often do you come here? どれぐらいの頻度でここに来ますか ?Do you know たこ焼きたこ焼きは知ってますか ?Are you in a hurry? 急いでますか Are you busy tonight? 今夜は忙しいですか ?What are you looking for? 何を探しているの ?Do you like sushi? 寿司は好きですか ?What do you like about Japan? 日本の何が好きですか Which one do you like more? How are you feeling? 気分はどうですか? Do you eat meat? 肉は食べますか? What's your favorite Japanese food? How many languages do you speak? 何カ国語を話せますか ?Are you married? ご結婚されていますか ?Do you have any kids? お子さんはいますか ?What else do you want? 他に何が欲しいですか Have you tried も,んもんじゃ焼きは試してみたことありますか ?Are you allergic to anything?How did you know?Where are you going tomorrow? 明日はどこへ行くの 今夜は何時に夕飯を食べたい Did you find your wallet? お財布見つかった ?Where is he from? 彼はどこ出身ですか ?How was it? それどうだった Was it raining last night? 昨夜は雨が降っていましたか。今日もこれで以上となります。ぜひ今回のフレーズに身につくまで頑張って練習繰り返してみてください。それではアレます。